3時30分になりましたので、第2セッションを始めたいと思います。2つ目のセッションの座長を務めさせていただきます。韓国生命尊重希望財団の理事長、ファンテオンでございます。安全都市、 政府コミュニティにおいて最も重要なテーマは自殺ですので2人の発表と2人のパネル討論が行われます。事前にご了承いただきたいことがありますが2番目の発表者であるペク・チョング教授がやむを得ず個人的な事情によって昨日発表資料を録画して送ってくださいました。それで 最初の演者である反町義秀教授はこの場で講演をしてくださいます反町義秀教授をご紹介します反町先生は青森県の上東さんの保健所長を経て日本の自殺総合対策推進センターの地域連携推進室長を を歴任され今は青森県立保健大学で学生を教えておられまた日本ヘルスプロモーション戦略研究センターのセンター長を務められておられます本日の発表のテーマは日本の自殺予防政策と地方自治体の責任という内容ですそれでは拍手をお送りください 皆様、こんにちは。本日は日本の自殺予防対策と地方政府の地方自治体の責任について発表をします。組織委員長の張先生と 副院長のペイ先生並びに関係者の皆様に感謝申し上げますそしてフロアの皆様リモートから参加の皆様ご参加ありがとうございます1998年から日本では自殺率が急増しましたでその話をする前にまずは私の自己紹介から入りましょうその後日本の自殺対策基本法の 導入の背景を説明したいいと思いますこの基本法は2006年に制定されましたそして地域レベルにおける相互対策の成功例を紹介し基本法が導入されてからありました成果を紹介したいと思います自殺対策基本法は2016年に改正されましたがその内容についても紹介をさせてください そして地方自治体がどういったツールを持って対策をしているのかを紹介し最後にコロナパンデミックの影響について紹介したいと思います私は東京や大阪で約10年間、検視官として仕事をしました1998年の通貨危機が発生する直前でした。日本の自殺率は 35%となっていました大阪で検視官として仕事をしていたという話をしましたが当時自殺率が急増していたことを今も覚えています当時思ったのが自殺の原因というのはかつてみたいに精神疾患によるんじゃなくて社会構造による問題 だとということでした例えば、職内でのパワハラやいじめだったり失業などがあります。98年、ある日は1日に7件の自殺者を見たこともありました。日本は本当に大変な危機に追い込まれていると。 それは資格があるためで起きた問題ではないかと思いました日本では自殺はタブー視されていますかつては自殺は個人の問題であるとして公の場で自殺のことを話すのはタブー視されていました私は2001年にカロリンスカ研究所で で研究を行いました地域社会のセーフティプロモーションについての研究を行いましてその後日本に戻りまして自殺予防に関する取り組みを青森県で行いました2016年から2018年には自殺総合対策推進センターに勤めました16年の自殺対策基本法の改正において地方自治体が しっかり対策を自立できるように手助けする役割をその際していました、うん、この自殺対策基本法をご存じない方がいらっしゃるかもしれませんが対策というのは予防だけではなく遺族への支援も含めていますで今現在私は青森で社会的法説セ質ティプロモーション研究室に勤めていて また命を守る自殺対策推進センターにも勤めていますこちらの表は自殺対策基本法ができるまでの流れをまとめているものです2000年です自殺で親を亡くした大学生がタブーを破って自分たちの経験を語ったことがありました 彼らの話をまとめたた本も発表されたんですね自殺って言えなかったという本なんですがそれまでは自殺遺族はそのことを打ち明けることができませんでした偏見や落園を押さえることが怖かったからですですが2002年になってはテレビでもそういう話をする人が出るようになりまた総理にも会って国のレベルで自殺対策を やってほしいと訴えましたまた数年後2005年には衆議院の国会議員あと NGO が共同でシンポジウムを開催しましたシンポジウムが終わった後参議院では自殺予防推進に関する決議案を成立させました その結果として2006年に自殺対策基本法が制定され遺族や NPO 衆議院、参議院そして署名をしてくださった10万人の市民、国民の力があったから自殺対策基本法を制定することができたと思います。こちらの表は自殺にはさまざまな要因が影響していると。 といいうことを意味しているものです523人の遺族を調査した結果、分かった内容をまとめた表ですが、このたくさんのリスク要因はそれぞれ関連があることが分かります。ですから、総合対策が求められていると、保険だけではなくて、垣根を越えた協力が求められていることが、この表から分かると思います。 基本法の歴史を見てみますと世界保健機関のレポートにこの基本法が紹介されたりもしました WHO に私たちの取り組みが認められたというふうに言えると思います基本法の革新としては自殺への深い理解と国がその対策を行うべきであるということです たくさんの人たちが自殺をしたくてしたんじゃなくて追い込まれているだけだと、だから社会的な背景、構造を考慮しなくてはいけないとで、国はそれに対策をしていく、行っていく必要があり、遺族のサポートなどを義務付けたりもしています、そして基本法では、中央政府、地方政府の責任についても明記しています。 地方政府における相互対策というのは大きく4つに分けることができると思います。まず地域ネットワークの強化。次に人的リソースの開発。3番目に自殺を考えている人へのケアやサポート。4番目に住民の認識向上です。詳しく見ていきましょう。1つ目は ローカルネットワークの強化です。足立区では、心と命の相談支援ネットワークというのを作りまして、連携を行っています。このネットワークは市長直属のものです。次に人材育成です。足立区の すべての公務員は仕事を始めるようになると必ずゲートキーパー研修を受けるようになっていますしますと現場での対応がスムーズになります3番目に自殺を考えている人をワンストップで集中管理するということで 助けを求めている人、自殺を考えている人がこのシステムによって助けられています。専門家を集めて自殺のリスクがある人たちが相談できる窓口を設けて提供するようにしているので、いろんな窓口に行かなくてもよいとワンストップで行うことができるというのがメリットです。最後に市民、住民の認識向上です。例えば 図書館に自殺に関する本を置いておくまたはチラシを置いておくなどですまた小中学校で大変な思いをしている時にはどうやって助けを求めればいいのかそういった特別講演を行ったりもします 当時生徒にはこういうところで相談できるよというリストを配ったりもしていました続きましてこちらの表は自殺対策に関する様々な取り組みをまとめたものです2008年には多重債務を抱えている人たちのために貸金業法が改正されました 2009年には地域自殺対策緊急強化基金が造成されましたそして地方自治体の自殺に関するデータを蓄積して公開するようにしましたでその後2011年に東日本大震災が ご存知の通り発生しましまた12年にはそれを受けてでもありますが寄り添いホットラインというサービスを立ち上げましたこちらのスライドでは成果を表しています2003年と2018年を比較していますが自殺率が30まあほぼ40%減少しています 男性の場合42 2009年がピークだったんですがその水準が続いていたならば8万5000人近い人たちがもっと自殺によって亡くなっていたかもしれませんこのように自殺率を減らすことができたのは 自殺を捉える自殺予防を捉える考え方が変わったからというのもあります。かつてはは自殺というのの個人の選択で,したですが自殺対策基本法ができるようになって自殺というのはそういう状況に追い込まれていてどうしようもなかったと社会の構造にその問題があったんだというふうに認識が変わりました。 そして予防の面においてもメンタルだけの治療が大事ではないという認識も出ました対策を行う上で重要なのは極端的な選択をしないようにさせることが重要であると,あと予防といっても専門家だけがやるものではないというふうな認識も広まりました予防は誰にでもできると。 あとただ死なないでっていうんじゃなくて根拠に基づいた証拠,にも証拠に基づいた取り組みをやっていますまた義務化をしているために効果,もあ効果があったというのもあります自殺対策基本法は2016年に改正されました改正における重要な原則は誰にもそういった 自殺ととといいいった選択をさせないということです改正法の新しい観点というのはすべての地方政府は自殺予防計画を立てるべきであるというのを義務付けたというのがまず1点あります。PDCA のサイクルを回すんですね、計画してデザインして実際行動を起こすと。で次に 財政支援を地方自治体に行うことで実際、計画を実行できるようにします。次に、中央政府からの地方政府へのたくさんの支援。で、最後に、学校が生徒たちに対して、しっかり助けの手をの差し伸べることができるようにしています。 次に地方自治体が使っているツールについてです。まずは厚生労働省が次のようなガイドラインを出しました。地方政府自殺対策計画樹立に向けたガイドラインというのを作りました。次に自殺対策支援センターで地方政府の現状に合ったプロファイルを提供します。ですから各 地方自治体ごとに持っている自殺に関する統計を蓄積して分析するのわけです。そして政策パッケージというのもありまして政策の共通項だったり地域の特性、税い弱階層などをまとめて提供するんです。またそれがきちんと行われているのかどうかを評価もします。2019 9年末に地方政府の9割程度が こちらを行いましたとても成功していたのですが2020年の春に計画が100%実行される前にコロナ禍が始まってしまいましたとても残念に思いますこちらは日本の長期の自殺率の変化を表したものです黒が 平均で青が男性赤が女性です2010年から19年までは自殺率が落ちてきていることが分かりますですが2020年になって4.5%増えていることが分かります特に増加率が高かったのは女性そして生徒たちです そして2021年も横ばいで減ることはありませんでした。またこちらは日本の月間の自殺率をまとめたものです。コロナ禍になって直後だった2000年の集計を見ますと、2020年の集計を見ますと。 上半期はあまり変化がなかったのですが2020年の夏を境に月間自殺率が増えていきましたなぜコロナ禍は日本の自殺率を高くしてしまったのでしょうかいくつか理由を挙げられるでしょう一つずつ挙げてみましょうこちらの表は 私たちの仲間がまとめたものです契約者やパートタイムとして働く人と自殺率の関係を表しているものです相関関係があるかどうかを調べるためにまとめたものですがわかりやすく言いますと 自殺率が増えたのはパートタイムや契約社員ですから正社員ではない人が増えていたからそのせいであるということでしたホテルやサービス業に勤めている人たちがコロナ禍のために職場を失ってしまいましたでそのために自殺をしてしまった人が多かったということですそののために2020年の 夏頃から日本の自殺率が急激に増え始めたのではないかと私は見ていますそして2020年の6月と9月にはそれぞれ女優や俳優さんが有名な方が自殺されて社会的に影響を及ぼしましたその後有名人の自殺に習ってしまうウェルテル効果ができてしまったと思います というのは、自殺で死亡した2週間前とその死亡した日を境にして、自殺率を見てみますと、こちらのグラフにありますとり、自殺率がそれぞれ増えていることが分かります。女優が死亡していた2週間前と後とで比べてみても同じですね。女性の場合は22%。 男性の場合は22%女性の場合は51%ほど自殺率が上昇していることがこちらのグラフからわかりますこのような影響もあって女性や生徒たちの自殺率が2020年高くなっていたのではないかと思います JSCP は、自殺に関するさまざまな取り組みを行っています。そして先端職員制度というのがありまして、それぞれの地方政府に、地方自治体に職員がいて、担当者がついてくれるんです。 そして新しく来た職員のためには様々な研修プログラムも行います自殺に関する様々な知識を研修を通して教育していますそして地方自治体の自殺統計などもまとめて提供したりしています 私の発表で参考していたレファレンスが以上です。発表は以上で終わりです。ありがとうございました。私の発表に関して質問のある方や日本の自殺に関する政策を気になる方は、いつでもこちらのメールまでご意見をお送りください。ありがとうございました。反町先生、ご講演ありがとうございました。日本の状況を見てみますと、 通過危機がありました。98年度以降、自殺率が増えていったと。と自殺に対する社会的な偏見や落園というのがありましたということでしたが、韓国も似ていたと思います。あと、ウェルテル効果という話もありましたが、韓国では有名な女優であるチェ・ジンシルさん、イ・ウンジュさんが自殺した後、若い女性でそれを模倣してしまうケースが。 ありましたのでまあ、自殺という現状において日韓は似ているところがたくさんあるなというのを思いましたまあ、自殺のパラダイムの変化を通しても自殺は個人の問題ではなく社会の問題であるというふうに捉えるべきであるということが分かったと思います 次のセッションは録画した映画を映像をご覧いただきます。キョンヒ大学精神医学科のペクチョング教授にお願いしたいと思います。ペクチョング教授は、高齢大学医科大学を卒業し、キョンヒ大学で教授として活躍されております。韓国自殺予防協会事務総長、また中央自殺予防センター長を活 を歴にされました現在は韓国トラウマ・ストレス学会と大韓神経・精神医学会・法制社会特別委員長として活動されています。本セッションでは自治体と自殺予防というテーマで発表を頂戴したいと思います。拍手でお迎えください。皆様、こんにちは。ファン・テヨン理事長、ご紹介ありがとうございます。 本日、第25回世界および第10回アジア地域政府コミュニティ会議の開催を心からお祝い申し上げます。現場でお会いしてお話しすることを楽しみにしていたのですが、私の個人的な事情によって参加できないことを申し訳ないと思っております。私が本日申し上げたいことは、韓国での自治体と自殺予防に関する内容です。 兵器大学医科大学精神健康医学科で働いております保健福祉部中央自殺予防センター長を2021年まで勤めました実は私の前に講義をしてくださいましたソリマチ教授の写真を入れてみましたソリマチ教授は 安全都市政府コミュニティ専門家として、ワンジュ会議の時から韓国との縁が始まったと思いますが、鳥町教授には自殺予防国際学会にもお会いしましたし、日本の自殺予防総合対策本部に訪れた時にも案内をしてくださいました。また、韓国と交流を続けていて、私たちにも多くのインスピレーションを与えてくださった方なので、 この場で一緒にお話をすることができて大変嬉しく思います。素晴らしい発表ありがとうございます。まずは韓国社会について申し上げたいと思います。ここにある写真をご覧いただきますと、これは恋のスケッチ応答生一九八八というドラマなんですが、私と同じ年齢である千九百七十年代生まれの高校三年生の話でした。この時は四人家族が韓国の代表的な 世帯であって隣人と一緒にいろんな困難対象の困難を一緒に克服するヒューマンドラマでした。これが昨年 Netflix で1位をした韓国ドラマ「イカゲーム」を見ますと主人公の中で外国人労働,労働者1人を除けば全部1人暮らしだったり年を置いた親と一緒に暮らしているということが分かります。 ここ30年間何が起きたのでしょうか私は保健社会研究員の親扶養責任に対する調査が韓国の変化を劇的に説明していると判断しています。例えばこの質問は親が病気になった認知症になった。 その時に誰が責任を取るべきなのかという質問に対して98年には90%が家族、おそらく長男だと皆さん答えたと思います。でもその比率は2010年代になると2010年代後半になると30%にまで落ちます。自ら解決すべきだと答えた人が約20%になりました。その間、国家と社会 の責任だという回答が半分を超えたタイミングでムン・ジェイン政権の時には一番の公約が認知症は責任が認知症の責任は国が取るということでした結局不要をこれは個人の問題から社会と 国の責任になるべきだというのが大統領選挙公約として登場しましたがこれは本日今日の自殺と何の関係があるのかそれについて申し上げたいと思います。ここ20年間 IMF つまりアジア通貨危機の時に急増した自殺が家計負債問題リーマンショックの時経済危機がある時に常にいつも増加しましたがこの時期 それは高齢者の自殺が原因でした老後の準備もすることができずその時間の余裕がなかった高齢者が実際寿命は伸びたのに寂しさでまた疾病などで経済的な問題で自殺が急増しましたこの傾向は2011年自殺対策基本法でパラコートという農薬の生産を 中断したこととでで減少すする傾向がががありまししたが依然として高いのが現状ですここ20年間韓国社会は OECD 加盟国の中で自殺,自殺率が1位でした逆にソーシャルサポートといってソーシャルサポートネットワークインデックスといって助けを求められる人の数が OECD 加盟国の中では最下位でした結局大変な時に助けを求められる 求められないということが自殺と密接な関係があるということですここで上位にいるスウェーデン・ノルウェー・デンマークのような北欧の三カ国も1980年代後半には自殺率が韓国より高かったですでもその後精神健康に対する考え方を改善し社会の安全も強化することで自殺率は半減しました韓国社会もこのような努力をしなければいけない入り口に立っていると思います 昨年初めて韓国は国連が認めた先進国になりました。100年前にニーチェが言った「神は死んだ」という話がありますがこれはどういう意味でしょうか。人間がもっと辛かった時期国民所得が100ドルだった時も私を時子どものために神のために生きなければいけないという考え方が消えてしまった。 時代なのですここで超人という意味は生きるべき理由を自ら見つけなければいけない世代なので現代の人類を超人だとニッチェはこう呼んだと言います。そんな意味で皆さん特に若い人たちは生きる理由を自ら見つけなければいけないんですがこの理由を 知っている人はどんな状況でも耐えられる克服できるとニーチェは話します結局自殺予防というのは生きる理由を希望から見つけその中に誰か一人一人でもそばにいてくれたら死を選ばないという話をしているのですだからこの責任は家族から国と社会に移動しているということです これまで韓国でうつ病の診療を受ける人の数はものすごいスピードで増えました。特に20代はここ2012年5万人台から18年には9万人を超え、昨年には18万人を超えて350%急増しました。それで中中高年世代の中には、 私たちの時より苦労はしないのに何が憂鬱なのかと理解できない疑いの目で見る人もいます。でも苦労はあまりしていないかもしれないんですがいろんな悩みを抱えている時代です。以前より低い成長率家族の支持がどんどん減って未来に対する楽観も消えている現実の中でこのような変化が起き起きています。しかしかこれは治療有病率なので 必ずしも悪いことではありませんこれだけ以前は偏見とか差別で治療を受けられなかった20代は今は受診をして治療しているという前向きに捉えることもできますこんな状況で以前の政府は2018年自殺予防国家行動計画を発表しました国務総理室傘下の3大国民生命 守る国民の生命を守る運動の一環として自殺予防を推進し始めましたまた同じ時期に国会では自殺予防フォーラムが作られ毎年リレーセミナーをし自殺予防に関連した法案は与野党問わずの共同課題であるため2018年1年で13個の 法案がが成立し社会的な変化が始まりましたこのように統計を取り始め各領域もデータを分析し国際セミナーもするようになって自殺予防に対する社会的な関心を法律と制度に反映し始めましたこれとともに昨年には中央自殺予防センターと中央心理解剖センターが統合し 韓国生命尊重希望財団になり80人を超える従業員が勤務しファン・テンオン理事長が赴任されたことで不任されました。 任務する体制だったのが、今年からは公共企業に一段と発展し、保健福祉部にも新たな化ができて、精神健康・政策官が赴任されるガバナンスの変化が始まりました。結局、これまでは自殺を個人の責任、家族の責任とみなして自殺を図った人も、 本人が望まなければ家族に引き渡し自治体は関心を示さなかった状況でしたが2006年自殺は追い込まれたしという自殺対策基本法を日本で改正され1998年国の政策として自殺を優先順位を高く設定したアメリカの連邦議会の決意案など 変化が結局今日政府コミュニティでこのように自治体が自治体の責任のもと自殺の危機に陥っている人たちを救わなければいけないという責任の変化が責任が国と社会へと移っている状況ではないかと思います。これはドイツの詩人文学家であるライナー・クンチェの詩です。 タイトルが自殺についてです。すべての扉の中で最後の扉。しかし一度もこの扉は扉を叩いたことはない。という詩です。それで人生を生きる上でさまざまな危機に陥っている、誰もが陥りかねない、危機に直面してい,直面している国民がいたら、これを自治体、もしくはそばにいる誰かが。 助け,を助けの手を差し伸べることができれば自殺を防ぐことができるというのが現場で働いている人が経験を通じて得た確信になります。このように話をすると私たちにできるのかなと思う人もいるかもしれないんですがコロナ対応の時を考えていますとできると思います。もちろんん保健所や公務員の皆さん本当に 大変な思いをしたと,思いますところがコロナは毎日地域社会で集計して大量の検査をし追跡をして治療を行うことで数万人の命を救うことができましたこのように自殺は自殺予防もイン,フがインフラが整備され自治体の役割が重要になると思います海外のケースも紹介いたしますアメリカも1990年代中盤 国民所得が数万ドル以上になり家族より産業化が重視され核家族化が進んだことで自殺遺族のトラウマ重症の精神疾患問題を議題として取り上げ連邦国会が決議案を採択したことで2000年から国家自殺予防計画が施行されました今アメリカのほとんどの自治体は官民協力の自殺予防委員会を運営しています 中央には自殺予防の官民協力のためにプライベートセクターとパブリックセクターを置いて連邦義務管理責任制で TF チームを運営しており予算を割り当てています私たちが知っている多くの企業がプライベートセクターに含まれています自治体の場合はニューヨーク州が人口が2000万人韓国の人口の約5分の2くらいなんですが精神保健保険部の 公公公務務務員員員が全体ののの10%予算の約2.2%を精神健康のために使っていますもちろん自殺は精神健康の問題を意味するだけを意味するわけではありませんが0.16%程度の韓国の首都ソウルと比較すると自治体がどれくらい精神健康の問題自殺の予防に投資をしているかがよく分かります。 本当に海外の専門家が,理解,できないのが理解できないのが、海外のケースを紹介したいと思います。チェー・ジェドン先生は今、引退されましたが、アメリカのカリフォルニアの公共病院で働いていました。自殺未遂が発生すると、この人がそこにすぐに行きます。 医療関係者の判断のもとで3日間自治体の指定病院に緊急入院をさせます重症の,この重症の人をこのまま帰らすことはできない安全に対する人権よりも生命権を優先すべき時があるという話をしましたこれがアメリカの社会的な雰囲気だとおっしゃったことがあります一歩進んでカリフォルニア州は2004年住民投票で 住民発議の法案が成立し税金で1年間1.5兆億程度を精神健康サービスに投じています。韓国が 1, 1, 1年間精神健康に使う予算よりもずっと多い金額なんですがこのような変化が始まりました。次回日本でも反町教授がおっしゃってくださいましたが。 日本では2000年に自殺率がピークだったと言いますこの時に遺族の子供たち4人がドキュメンタリー遺族の子供4人が出演するドキュメンタリーを清水康之という当時 NHK のプロデューサーが撮影して国民たちはこれに反応し10万人の署名が集まりました。 すると議員内閣内客制の日本ではここにこれに反応して国会で自殺予防議員連盟が結成しました予算が策定され全国的な変化が始まり何より自殺予防に対する法律が国会で成立します私は日本で印象的だったのがトップセミナーといってトップつまり自治体の長が必ず参加しなければいけない少なくとも反日間 続くセミナーを官民協力で行うということですここまでする理由はこのように自治体の長が参加しないと何も始まらないからです支援をしようとすると精神健康の専門家、民間、NGO、弁護士、司法書士様々な支援センター、区長の関連部署、医療救急室がみんな協力して進,まない進めないと 自殺を予防することはできませんこれを年9回実施するとそういう説明を聞いたことがあります実際荒川区を含めてこのような形で各部署の協力官民協力を自治体が行っているところでは自殺率が著しく低下するという成果がありました韓国でも見て聞いて話すという命の門番教育を行いましたが に390万人の人のが参加していますこうイムセオン教授が開発に大いに貢献をした「見て聞いて話す」というプロジェクトは190万人程度が教育を受けましたつまりこの,このような活動を通じて自殺の警告シグナルを出している人を早期に見つけて必要なサービスに つなげるこういうことに国民的な関心が集中しまた財団と自治体が一緒に努力をしています。韓国では約5,000万人の人口が北欧のフィンランドのように精神解剖を全部調査することができないので5年間の死亡者を警察庁の精神介護専門家が直接行ってデータを 整理するというやり方で9万件を調査しましまたこれは生命尊重希望財団が発表しましたが結局6万4,000人に対して精神健康の問題身体健康の問題経済的な要因などを多様な角度で分析し経済的混乱と経済的変化をより細かく分析をしました。 またこういうものを死亡者の統計に健康保険資料と一緒に統合して結局治療を受けていない精神疾患の問題がここにも大変大きな影響を及ぼしていることを把握して自治体に大変役に立つ資料を発表しましたこれをご覧いただきますとセジョン州を含め各自治体がそれぞれの自殺を予防するために特に場所 どんな方法に重点を置いて進めるべきなのかを一目瞭然に確認することができます。こういうことに基づいて自殺予防対策を作ることに活用しています。セジョン氏でもこのようなことに基づいて既に政策を作っていらっしゃいますがより発展させていくこともできると思います。韓国の自殺予防法は2011年に作られ自殺の危機にさらされている。 国民は国と自治体に助けを求める権利があると話していますこれが施行する前には実際に施行するためには実際にこれをサポートするチームが必要です自殺予防を救急室でただ体の治療だけを受けて戻ることがないように命を守る危機対応センターが作られ実際 自殺率が半減しましまた最初はセンターに行ってみてくださいと口頭で伝えたら12%だけは同意したんですがセンターに事後管理者を置いてがんを着て口頭で同意を得るようにしたら3分の2の人が同意をしてこれを始めることができましたまた訪れるサービスを行いましたがこれによってまた半分以下に死亡を減らすことができましたここにも いいろんな人が参加していますこれが可能になるためには自治体に人手が十分なければいけません。まだ国会の調査によると、まだは人材が十分確保できていません。予算がもちろん急増していますが、実際この計画がきちんと機能するためには何より十分な予算と人材が必要です。私たちが 救急医療基金を通じて広域救急センター問題を解決したようにさまざまな形で十分な人材を十分な人材を確保しないと十分な人材そして希望を作り出せるインフラなどを自治体を中心に構築していく,ていくべきだと思います。産業化化と各家族家によって、 早いスピードで進んだ韓国の自治体の責任の下で危機に陥った国民を救助できる体系を作るために、ためにこのシンポジウムが貢献できることを期待しております。皆様、ご静聴ありがとうございました。一人世帯の増加、家族機能の変化など、社会的な変化と密接に関係があるという話をしてくださいました。 それでは2人の発表が終わりましたので、討論のセッションに入りたいと思います。ソ町先生、壇上の方へお願いいたします。そして、えー、お二人の討論者の方にもご登壇いただき、用意ができましたら早速始めたいと思います。 えそれでは1番目の討論者ハン・ヒソンさんですハン・ヒソンさんは安全生活実践市民連合において政策支援チーム長を務めていらっしゃいますよろしくお願いしますよろしくお願いしますご紹介に預かりましたハンと申しますお願いします まず今回の大会、それに自殺予防に関するこのセッションにご招待いただきありがとうございました。私が本日ここに来ているのはおそらく私たちが進めている自治体の評価と関係があるんじゃないかと思います。私たち団体では国会自殺予防フォーラムの 事務所の役割も兼ねています59人の議員にご一緒いただいているのですがこのフォーラムでは19年から自治体の評価を行いましたセジョン氏含め229の基礎自治団体を対象にしておりまして自殺予防や生命尊重推進活動の実態を調査して評価しますその調査では組織人事予算 事業など50の項目に答えてもらうようにしていましてその結果をまとめ人口数ごとに分けたグループごとに結果をまとめて発表し受賞も行っています自治体への評価は私たちだけではなく福祉 だっったりり行行政安全部でも行っておりますが政府の評価も大事ですが私たちのような民間レベルでの評価も重要だと思いますので私たちも継続して取り組みを頑張って行っていきたいと思っています2019年から3年間評価を行いました今年もちょうど今評価を進めているのですが4年目に入ったということで3年間の結果に基づいて より高度化した評価ができるように努めているつもりで定型化した評価ができるように努めています数年間その評価を担当していろんなことを思いました調査の結果を振り返りますと自殺予防事業の現状がよく見えてくるのですがまず組織についてです 自治体が事業を行うには基本的には組織が必要であってその組織で働く人が必要です私が調査する前まで思ったのは地域で自殺予防を行っていけば、まあ、自殺予防センターがそれをやるんだろうなと思いましたですが広域単位の団体は11か所ありまして 基礎の自治体のうち、まあ、20%にもいかないんですね、基本的には関係センターがなければ仕事自体できないのですが、センターを設けていないところがまだたくさんあるということです。精神健康福祉センターというのが、まあ、幸いなことにいろんなところにありますので、そこが自殺予防活動も兼ねてやっているというふうには聞いています。 自殺予防センターや精神健康福祉センターで自殺予防のために勤めている職員は何人くらいいるのかといいますと2020年には19年に比べてむしろ0.9人減ってしまったということでしたここ数年間調査をしてどんどん上がってほしいと思っていたのがかえって減ってしまったというのがとてもショックでした職員数よりも心配なのは勤続年数です 継続して仕事を行っていただきたい方々なんですよ一箇所でずっとやらないと事業の効果も出ないと思うんですけども37ヶ月ぐらい勤続していたのが19年はそうだったんですが20年には31ヶ月とこちらも同じく減ってしまいましたまあ、専門性というのもチェックしたいと思って投資からは専門性の項目を設けて評価するようにしています 現場にどれほど専門家がいるのかという項目もあるんですけどもまだ評価中で結果はまとまっておりませんが既に皆さんが言っているのが専門家採用ししたたいいいいけれど適任者がいないとということでした既,に私既に基準は設けられていてその基準に合わせて専門家もたくさん育成しているはずなんですけども 大変ななななな現現場でで実際働く人ははかかかいいいいととうののが韓国の現状ではないかと思われます勤務環境だったり処遇の改善などももちろん求められると思うのですがただそれにはどうしても予算という問題がついてきてしまいます予算で言いますと自治体の全体の予算が242兆ウォンということです。 基礎自治体だけでこれなんですがそのうち0.017%が自殺関連の予算に充てられているということです自殺というのはいろんな分野に渡ってますのではっきりは把握できませんが日本やアメリカの事例に照らしてみてもとてもこれは少ない数値であると思います保健福祉部が 一応300億300億円ぐらいの予算を持っているということなんですけどもそれだけ見ても他の国と比べますととてもその数値は低いと思います日本は韓国に比べよりたくさんの予算を確保できているというふうに聞きました地域社会がじゃあ何をすべきかというのを思いますと 地域の特性に合わせて介入戦略を調整していくその大事な役割が求められていると思います地域社会ごとにそれぞれ状況が違うと思うんですまず基本的に組織予算人材がなければ事業を進めることができませんがその基礎さえが未だ整っていない状態です 基礎を整えていくためには自治体庁の関心が必要ではないかと思います。日本でも先ほどセミナーを行って自治体の庁に自殺に関するまいろんな何かを求めたり教育をしたりというお話をされていましたが自治体でも有権者の皆さんが関心を持って積極的に参加する必要があると思います。そのネットワークができていれば自治体の庁もま仕方なく 自殺ににも関心興味を持ってくれるるよううななんじゃないかと思うわけです私たちはできて長くはない団体ですがですが交通分野では10年近く長く活動を続けてきましたそれで思ったのが私が10年前に交通安全が大事であると、まあ、現場で頑張っていた時と今とでは環境がだいいぶ違います交通事故でもたくさんの方々が亡くなっています 91年度には1万3000人死亡していたのが21年度には2900人に減ったんですね。ですが91年に3000人いた自殺による死亡者数が今や91年の交通事故による自殺者数ほど増えました。 交通事故による死亡者数を減らしていったのと同じように自殺,者数自殺者数も頑張ることによって減らすことができると私は信じています。地域社会の自殺予防ネットワークづくりに取り組むことで実りのある成果を上げていきたいと思っています。以上です。ありがとうございます。安全生活実践市民連合で 私たちについて工夫をしていて、組織の予算と政策について、重要な情報を確保して、私たちに提供してくれていると思います。2つ目の討論は、チェ・ユンミ先生にお願いしたいと思います。チェ・ユンミさんは、セジョン特別自治市広域精神健康福祉センターの副センター長を務めていらっしゃいます。お願いします。 皆様、こんにちは。私は、セジョン市広域精神健康福祉センターで副センター長を務めているチェ・ユンミと申します。まず始める前にアジア地、第10回アジア地域政府コミュニティ会議を準備していただき、準備していただいた方々に感謝申し上げます。 ソリマチ教授とペクチョン教授が自殺予防政策と地域社会の役割について発表してくださいましたが、本当に印象深い発表でした。私はセジョン市で働いている実務者として、自殺予防に携わっている実務者として、セジョン市の状況、で今後変化してほしいと思っていることについていくつか申し上げたいと思います。9月末、統計庁で 2021年、自殺率についての報道がありました。2021年、ヘジョン氏の自殺率が10万人当たり17.8人でした。69人の市民が自殺で命を失いました。全国では一番低い数字でした。それでも2020年と比べてみますと、人口10万人当たり0 5人ががもっととと多く死亡したということが分かります全国的に自殺率が上昇しているので比較的にセジョン市の自殺率は増加幅がそれほど大きくなかったので全国,の全国で一番自殺者が少なかったのだと思いますセジョン市の自殺率の推移を見ますと少しユニークなところがあります他の都市と比べると何か。 起伏がが大きいといととうことが分かりまでその翌年である2017年には自殺率が最下位でしたが2018年には一番増加幅が大きいというそういう現象がありました安定した自殺率ではなくてある年は高くて低くて起伏が多い 形になっています反町先生教授がおっしゃったようにこれはただ一つの理由だけではなくていろんな要因が絡み合って起きるのだと思います。セジョン氏もその理由について考えと考えますと2012年特別自治市となって自殺率が増えました不動産の問題経済成長人口流入など 大きな環境変化がありました。旧都心地域では高齢者層が多くて比較的な剥奪感、疎外感を感じる人が多くなりました。新都市は人が多く流入することによって新しい環境になれない人も溶け込めない人も多くいます。これも実は客観的な調査によって判断したわけではなくて。 いろいろと話を聞いて調べたりして個人的に推測していることです。最近マスコミで自殺による死亡に関する報道が多くあってそうすることで実務で仕事をする時に今年は自殺死亡率が本当に多いということを実感しています。コロナパンデミックとかいろんなことが影響していると思いますが。 このように自殺率が低いからといって安心するのではなくて増加している自殺,自殺のセジョン氏の自殺の状況を綿密に分析する必要があると思います特にデータの分析が重要だと思いますがセジョン氏では何か正確な分析は行われていません 今年広域精神健康福祉センターが開館することになって、自殺予防のための対策が一番重要だということを認識して、そういうプロジェクトを進めています。いくつかご紹介したいと思いますが、日本と似ているところがかなりありました。まずは女性の自殺率の増加です。2015年から20年まで、6年間男性の 自殺率が女性の2倍くらいでしたが最近は女性の自殺率が急増しましたその原因はもう少し細詳しく調べなければいけないんですが推測するには世ン市は全国で出生率が1位産後うつ病の比率が85%ということまた女性が夫と一緒に 夫の仕事でセジョン氏に移住したりすることが多くてキャリアの中断社会的な孤立感などが原因ではないかと思います2つ目は10代と20代の自殺率の増加ですセジョン氏は平均年齢が37歳で本当に若い年です10代20代もそれと一緒に増加している傾向にありますが18年には 人口10万人当たり14.5人と自殺率はかなり高くなっています。今年もいろいろな事件がありましたので2020年にも10代の自殺率は高,い高くなると思っています。最近となって精神健康福祉センターで相談できる電話を設けました。 10代20代の電話がかなり多くなっています3番目に精神健康関連のインフラが十分ではないということですセジョン氏は自殺を専門に担当する公務員も少ないですし関連機関もありません自殺予防センターが独立した形で運営されていませんその中で一番心配なのは入院できる医療機関の不在です 入院しようと入院が必要な精神疾患を患っている人が発生すると、セジョン市にはそういう医療機関がないので、近くにあるテジョン市とかコンジュ市の病院を手配しなければいけません。医療機関を 確保したとしても移動距離が少なくとも2時間以上かかりますのでそういうところではいろんな混乱を強いられています。この問題は私たちだけではなくて警察消防でもいろいろと苦労していると思います。最後は公公務員と公共機関のの比率が高い都市なので 公務員のの自殺を防ぐための対策が必要だとということです最近は公務員の自殺死亡事件がいろいろと報じられましたが今年広域センターで調べた成城市精神健康の認識度調査によりますと公務員の方々公共機関で仕事をしている方々の精神健康に対する認識度が大変低いことが分かりました。 公務員の方々にお会いする機会が多かったんですが、キャンペーンとかで相談に行くと、本当に業務量が多くて憂鬱だという話をしている方が多くいます。自殺するケースも多いという話を聞きました。で、公務員を対象とした実態調査とか改善プログラムを必ず進める必要があると思いました。実際ににこういうい問題が起きたた二次被害を防ぐための 事後対策も必要だと思いますの他にも施順市ならではの特徴がありますがこういう内容をもとにご提案をさせていただきたいと思います青少年若者高齢者公務員女性などを対象とした障害サイクル別の自殺予防策を展開する必要があると思いますこのようなサービスは 精神健康福祉センター、自殺予防センターが中心になってやるべきだと思いますが、各関連機関の協力が大変重要です。官民の組織が協力して、自殺予備軍を見つけて、自殺予防という共同の目標を持って、一緒に協力していくべきだと思います。ョョンンンンにはママシシがが多多くあります高層ビルとかマンションが多いので自殺手段 の中で身を投げる人が多くいますセジョン市のマンション高層ビルに自殺予防のための映像を流すとか生命を守るというフレーズを表示して自殺を予防するとかそういう対策が必要ではないかと思います。ペクチョン教授もおっしゃったんですが OECD の中で助けを求められる人の 数が大変少ないという話をされたんですが市民たちが私の近くにもこういうふうに助けを助けてもらえるような機関があるのかあるということを認識させて助けを求めることができるようにしていくべきだと思います医療機関の確保も大変重要だと思います自殺予防機関の予算 人員確保も大変重要だと思っています自殺は個人の問題ではありません。なので共同で一緒になって責任を取らなければいけません。自殺 から安全なセジョン氏というスローガンを考えてみんなが一丸となって一つの目標に向かって進むことができれば自殺は予防できると思います。より長期的な計画を立てて今は低いとしてもいつ急増するかわからないので事前に先制的な措置をとってセジョン氏に適した政策戦略を進めていくべきだと思います。ありがとうございました チェさんはこれからセジョン市において自殺予防と関連していろいろ取り組みを続けていかれることでしょう。セジョン市できて間もないですから若い人が多かったり公務員の方々もたくさんいるんですけどもその地域の特性をどのように捉えて自殺予防戦略を立てていくべきかというのが今後のセジョンの課題になるんじゃないかと思います。時間を守っていただいたただおかげで 残り二十分ぐらいも討論を続けられると思います。今お聞きになっているフロアの方や、リモートでご覧になっている方々。ご質問がある、ありましたら、お願いします。会場の後ろの方から、手を挙げた方がいらっしゃいますが、所属とお名前。そして、どなたに質問をするのか。お願いします。私は単純市の安全総合課に勤めている菅平松と。 申しますす先生に質問ですまずは日本も自殺を個人の問題ではなく社会の問題であるというふうに認識されているというお話に共感しました一方で残念だったのは有名人の自殺で自殺率が普段よりも急増してしまうといったそういう現象があったと。 いうお話でしたが韓国でも有名人、タレントが自殺をしたりした場合がありましたのでとても共感できました。あと個人的には防災分野の専門公務員ですので特定の何かの事件のために一定期間に急激に自殺率が増える場合は私たちはそれを災害というふうに捉えています。自殺の中でも 災害の性格を持つ、まあ、といいますとある意味予防ができると軽減することができるというふうに見ているんですけども有名な人が亡くなったりもしくは株価暴落だったり不動産高騰だったり明白に社会の何かの異思要因によって 自殺の問題が発生した場合には政府や自治体が果敢に介入してそれを止める方法があるかどうか教えてください。お答えいただけますか はい、ご質問ありがとうございます。コピー、キャット、スイサイド、まあ、自殺について。話をしたいと思います。私が先ほども申し上げましたように、とても残念な。 ことです有名人が自殺したのを見てそれを模倣してまた一般の人も自殺をしてしまうとても残念なことであると思います。 マスコミが集まって、セミナー、模倣自殺に関するセミナーを行ったことがあるんですね。年に数回行われるセミナーです。 そのようなセミナーを開催することでその成果もあって有名人が死亡する自殺するケースもなくなってきました今ご質問者の方の意見に私も同意します。 まあにもかかわらず模倣自殺はその問題が完璧に解決されているとは言えません、まあ、その辺は改善すべきだと思っていますセミナーなどによって模倣自殺を防ぐことができたという話でしたが韓国の場合は マスコミにガイドラインが設けられておりまして自殺というワードをマスコミがあまり使わないようにしていますおととい放送作家の皆さんとのセミナーに行ってきたのですがマスコミがビデオとして自殺を見せる例えばその方法だったり道具だったりを 見せてしまうとそれは模倣自殺につながりやすいから放送作家の私たちからでもそういったのはやらないようにしようという話が出ていましたウェルテル効果と真逆のパパゲーの効果がありますねマスコミが 自殺をあまり詳しく描写しなかったりするそういった方法によってほとんどの自殺は予防できるというふうに言われていまして韓国でもそういった取り組みが行われています他にご質問のある方はいらっしゃいませんかえいないようでしたら私が先ほどソリマチ先生の発表を聞きながら あそれでは私の質問の後にぜひご質問を続けてください、えー、では反町先生の発表を聞いてとても印象に残ったのが垣根を超えた取り組みが行われているということがとても印象に残りました 韓国の場合は保健福祉部では自殺予防センターを設けたり職員を増やしたり予算も確保しようとしたりま、勤めているんですけども保健福祉部だけの努力では足りないと思うのです行政安全部の警察だったり救急隊員も動員されなければいけないんですけども日本では 貸金業法の改正だったりはその話も先ほどありましたがそういった垣根を越えた協力取り組みができた特別な理由があるのか政府が何か特別な取り組みをしたことがあるのかをお聞きしたいと思います。 自殺予防対策基本法について話をしましたが勧告事項として垣根を越えた協力をするように進めています法律で制定しているのでやるしかありません最初は内閣の長官 中央省庁がこのような協力をするように責任を持って進めていましたまた都道府県自殺予防法にのっとり いろんな各分野の協力をするように求めています。市長とか各リーダーがこのような協力をすることができるように求めているのです。このような組織構造が整うとやむを得ずお互い協力をすることになります。でも協力をするとしても。 本当に脆弱ですいくらでもいつ崩壊するか分からないそういう状況です雇用問題とかこれは必ず公共機関でなくてもプライベートセクターですね自治体と国がこのようなパブリックセクターでプライベートセクターに プライベートセクターをどのように参加するのかどうやって参加を促すのかそれが重要だと思います韓国でも民間協力官民協力というとプライベートセクターを自殺予防生命尊重文化に参加させることが大変重要だと思いますでも教授もこれは確固たるものではないという話をしてくださいましたね 私も司会者のお話には強く共感しています。ハンチーム長、安全生活実践市民連合で働いているという話でしたが NGO グループですよね。 このような団体がちょっと評価をしてください。自殺に対応するときに地方政府ではなくて一般団体も参加することができるように協力をしていただきたいと思います。NGO の声が日本でも NGO は日本でも活発に活動していますがそのように NGO が積極的に取り組んでいただければ協力が 強,強化できると思いますそうですねそういうことが重要だということでそれは可能でしたかどうやってそれが可能でしたかね私たちのような民間団,民間団体が活動するときにこういうことも考えます政府の声だけではなくて民間の声もみんな気にしているんですが私が先ほど申し上げたのが 自治体では有権者を必ず気にします。市長の方々は、例えば地域の、例えばグリーンマザーズの会長とか、地域のコミュニティの人々の声が本当に重要だということを、自治体の長はよく分かっています。なぜかというと、選挙で勝つためには、彼らの支持を得なければいけないからです。 以前交通安全活動をしたという話を申し上げましたがその時にも票を持っている人たち選挙に参加する人たちが市長との面談を通して話をするのです。我が町で起きている交通事故とかに関心があるのでそれに市長も対応してほしいという話をするのです。 例えば自治体の長が関心を持って積極的に動けば予算も増えますしいろいろと効果がありますのでそういうふうに行われたと思います先ほど質問をしようとした方いらっしゃると思いますがお願いします私はセジョン広域福祉センターのファン・ジオンと申します チェユンミ副センター長に質問をさせていただきます。先ほどメディアの報道。おほ自殺。の予防とかそれの重要性について話がありましたが。セジョン氏は？そういう。事故が発生。事件が発生した時に自殺の手段とか。場所に対して細かく。 報道されていいるるケースがあると思いましたどのような方法で自殺したのかどこで自殺したのかその方法などが詳細に書かれていましたこういうことを改善するために何らかの対策が行われているのかそれについてお話を聞きたいと思います。清正市には公務員の比率が高いという話がありました。 これについても、レベルで何か支援があったりしますか今年特に、セジョン市で下半期に自殺、事件に関する報道が多くありました。と問題になるような事故が多かったので、市レベルでも積極的に動いたと思います。 マスコミの報道が自殺予防勧告基準に合わないケースが多いのでセンターレベルでは実際この報道資料が発表されたものを全て報道事業資料を全て検索して内容を修正,修正してほしいと要請したりします。でもそれが受け入れられたりするケースはあまり多くはありません。でもそれでも自殺予防 報道基準に合うように合う記事を書くことができるように教育したり啓発することが重要だと思いますのでそういう活動を行っています5月にメディア報道セミナーも開催する予定です いいろんな計画を立てています公務員、公職者を対象に自殺予防活動が必要だという話をしたんですが、セジョン市は特に公務員が多くいるコミュニティなので、政府、庁舎に行ったり、市役所にもいろいろと自殺関連事業をしましょうと提案をしたんですが、皆さん本当に忙しいんです。家に帰って また家で仕事をして育児もして家事もしてまた明け方にまた出社する方々が多くいました本当に大変忙しい生活を送っていました自殺に対する偏見とか落因があってなんか治療を受けたりすることがあまりできなかったんだと思いますでも公務員の自殺事件が起きてそういうのを機に 市長からもそういう寂しい人々のためにそういう人の自殺を防ぐために積極的に動きましょうという話を公の場で言いましたまた二次被害を防ぐための体制構築なども提案していますしいろいろな準備を進めています 公務員の精神健康についての実態調査なども実施する計画です。このセッションも、えー、そろそろ終了しなければならないと思います。第4次産業革命の波と、まあ、コロナ禍が合わさってしまって、 とても世界が早く変わりりつつありますそういった時代背景の中で日本や韓国で若者の自殺女性の自殺がとても多くなっていますコロナ禍が収束してくるような感じもありましたが円安やドル高といった経済の危機が始まってしまったので 若者が今後どれぐらい苦しむことになるだろうかと私はとても心配しています。自殺対策には障害周期というのも考慮すべきであるというふうな話もありましたが若者や女性,を女性にフォーカスして自殺対策を行っていかなければ大変なことになるんじゃないかと思っています。そして子どもを殺して自分も自殺するそういった 自殺や無理心中もマスコミによく取り上げられるようになっていますがそういった問題に対応していくためには日韓の情報交流情報交換だったりお互いのノウハウを交換する国際シンポジウムもとても重要であると思います発表してくださいました反町先生そしてチェ・ウンミ先生 さん、ひそん先生ありがとうございました。以上をもちまして、セッションセッションは終了させていただきます。ありがとうございました。